事態宣言の再延長ということを自分で決めましたと言った総理がですね、なんと議会運営委員会に出てこない。参議院で予算委員会で話してるからいいなんて話じゃありません。延長の時には出てきて、今回は出てこない。自分が決めましたと。これだけ多くの方々が途端の苦しみを味わって、まさに経済災害という状況にある中で、1ヶ月で何としてでも収めますと言ったのが、また1ヶ月延び、そしてまた2週間延びと。これ誰の責任なの？片方で頭が腐ればみんな腐る。もう接待漬けです。行政を歪めている。これは農水省で、なんと大臣室でお金をもらい、そしてですね、農水省の調査を聞いてみると、その時の大臣が任期の間のたったの1年、そして課を調べているというのは、その鶏卵事業に対しているの、その課、吉川氏の大臣任期だけ、そして課は一課と、ありえないんです。もう本当に腐りきってます。総務省に至っては、もうこれも接待漬け。彼らは私と一緒にですね、サイバーセキュリティをやってきた人間です。でも、忖度をするか、あるいはもう干されるかと、私もよく知ってます。よく知ってるですね、友人は菅氏に直言をして、そして飛ばされたと。で、そのことが本にまで書いてあるわけです。本に書いてあるんです。それのどこが悪いんだと、今回の質疑では開き直りました。どこが悪いか。政策が決まるまではですね、皆さん大変な議論をします。私が大臣の時も、いや、大臣、それは違いますよと言った人たちがいっぱいいました。大臣に違うと言ったら、飛ばされたらですね、議論にならないじゃないですか。自分の思い込みを実行する人間だけが自分たちの政府なんだと。この恐怖、しかもですね、あれは記者懇談会なんですね。つまり、いろんなオフレコメモを集めて、ゲシュタポのように情報を集めて恐怖政治を敷いていると。これが菅内閣だから、新型コロナ対策についての意見もまともな情報が入っていないですね。私、昨日質疑をさせていただいてですね、役所の人たちとずっと約30時間、たったの5分の質疑でしたけども、準備をしました。その準備の中で、じゃあ、あなた方が言っていることがなぜ通じないんだというと、口をつぐみます。通じないんですよ。いや、聞く耳を持ってないと言った方がいいと思います。もうこれで最後にしますが、皆さん、ワクチンはですね、アメリカはもう7500万人が打ってるんですよ。日本はいつ、何がどこで来るかもわからない。で、治験で随分苦労してますというから、何人の治験やってるんですかというと、160人。160人ですよ。それに3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、もっとかかってる。アメリカにだって日系の人いらっしゃるじゃないですか。リーダーシップが全くないわけです。今日は外交や財政についての話はしませんけど、この30年間、日本がマイナス7%、IMF に加盟している国の中で最低の GDP の成長です。その最低の中で、まさに自公政権の経済不況の中で、さらにコロナ禍がこれに拍車をかけている。より不安定な働き方、より厳しい働き方、絶望が国民の間に広がっている。これをですね、希望に変えていくのが、我が立憲民主党の使命だというふうに思います。佐賀県連についての課題は、この後、皆さんとご議論の中でお話をさせていただきたいと思います。また、今日は、園田代表を中心にですね、選考委員会、それから、次期衆議院選挙の選対本部も立ち上げていただきました。絶対に負けるわけいかないんだという、その思いを皆さんと共有して、今日の県連大会につなげたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。